ここにですね、プランっていうのがありますね。1時、3時、5時までね。1、2、3、4、5、6。7つの天体を入れてんのかな、これ。はい。こんな感じでね。クリエイトはプランってありますので。こんにちは、すみやです。ついにね、シースターにプランモードが追加されるようですね。まだね、公式に発表じゃないんですけれども、Facebook などの SNS でそういう画像が投稿されていました。ちょっと見てみましょうか。はい。これですね。はい。翻訳を見る。はい。R&D チームの携帯をチラ見させて最近何をしているかを見てみましょう。わお、それは射撃計画かな？何かエキサイティングなことが起こりそう。乞うご期待って書いてありますよ。はい。この映像ですね。はい。ここにですね、プランっていうのがありますね。はい。まあ、ここを押しても何も出てきませんが。はい。で、これがテストって書いてあって、天体の高さを表示してんのかな。はい。19時から21時、23時、1時、3時、5時までね。1、2、3、4、5、6。7つの天体を入れてんのかな、これ。はい。こんな感じでね。クリエイトはプランってありますので、計画を作りますという表現なんでしょうね。はい。はい。こんな感じでね、シースターについにプランモード、予約モードが追加されるということですね。多分ね、2.3 のアップデートで来るんでしょうけど、まだね、正式にアップデートは来てませんので、乞うご期待ですね。はい。じゃあちょっとシースターを立ち上げましょうか。うん。ここにはプランモードありませんね。続くの準備ができました。はい。オープンアーム。太陽の撮影をね、ちょっとやってみましょう。はい。あ、その前にあれか、アップデートがあるかどうかチェックしとこう。ファームウェア、最新の状態です。もうアップデートされてんのか。はい。じゃあ、ソーラーフィルターをつけましょう。簡単なのがいいよね。はい。つきましたよ。じゃあ、これで太陽を探しましょう。はい。太陽系352。フィルターをつけたよ。はい。あ、勝手に動かないんだね、これね。なんだよ、動かないのか。こっち表示した方がいいな。もうちょいか。あ、もうちょっと上だね。はい、太陽が入ってきました。はい、すごいよね。一発で入るよね。これ使うと。はい。オートフォーカス。オートフォーカス完了。はい。でもなんかこの点滅は変わらないね。はい。太陽の映像が綺麗になったという説なんですが、どうでしょうか。はい。ちょっと2倍にしてみよう。うん。なんか、世界中でオーロラ爆発がまた起こってるようですね。はい。黒点多いよね、確かに。はい。ターゲットの中央に来ました。うん。
っと逆光で見にくいけども、太陽の黒点が見えてます。4倍にしてみようか。ああ、こんな感じですね。はい。私のアプリにはまだね、プランモード、予約モードは来てませんけれども、もうすぐ来るんじゃないかと、期待が高まりますね。ちょっと戻ろうか。チュートリアルがなんか追加されたということなんですが。うん。チュートリアル、スカイアトラス、シニックファンクト。あー、やっぱり英語だね、これ。日本語にはまだ対応してないという状況ですね。はい。翻訳すればいいだけだけどね。はい。S30? うん。なるほど。なるほど。シスターの解説がなんか増えてるな。いっぱいあるな。うん。これで全部か。はい。うん。ライクド18。ああ、バラ星雲がすごい皆さんから評価されているようです。はい。はい。こんな感じですね。はい。本日の動画は以上です。ご視聴ありがとうございました。さよなら。チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。えいっ。